こんにちは、ゆるふわです。ゆるふわインドバイということで、ブロックチェーンライフ2024に来ました。いや、すいません、今日2日目なんですけれども、2日目も大盛り上がりとなっておりますので、ここからねお届けをしたいと思います。で、私も一周してきたんですけど、なんかそのシンガポールの時のイベントとやっぱりそのなんか全然違うんですよね。あの出展されているプロジェクトだったりとか企業さんのカラーが結構違かったので、はい、そちらをこう全体見ながらね皆さんにお届けしていきたいなと思います。それではこのチャンネルが始まる前にゆるふわのチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。めっちゃ眩しい、眩しいから早く帰りましょうとにかく眩しい。私実は去年も来てるんですけど、なんかこう去年よりもすっごいめちゃくちゃパワーアップしてるなという印象を受けています。でね、皆さん、私が大好きなハードウェアウォレットレッジャーも出展されています。え、怖い、なんかお相撲さんみたいじゃないですかめちゃ怖い、怖すぎるで見てください、マイニング、マイニング、そう、マイニング、今一つ目ですよね。今一つ目なんですけど、お、今何かのウィナーが誕生しましたでしょうか。多分抽選会やってます、抽選会。誰が当たったんでしょうね。何が当たったんだろう。何が当たったかは定かではありません。何かね、すごくスペシャルなものが当たった模様です。ね、これもマイニングなんですよ。ここもマイニング。なので、あのシンガポールの時と圧倒的に違うのが、とにかくマイニングの会社さん、今半分だけでもすごいあのお分かりいただけたのかなと思うんですけど、マイニングの会社さんがめちゃくちゃ多いで、プラスあとロシア系の、会社さんが多いかなというのを、シンガポール、まあ、前回の、ね、シンガポールと比較をしてそういう風に感じております。ハロウィンっぽくてめちゃめちゃ可愛いですね、ここのブース。すごい、ハッピーハロウィンそれでは私大好きビットゲットブース、今回はですね、ビットゲットさんとあとビットゲットウォレットさんで出展されてます。で、ここのブースずっともう異様なぐらいずっとずっとずっと混み合っている状況となってます。わー、めちゃめちゃかっこいいですね。はい、ビットゲットさんのブースがめちゃめちゃあの大盛り上がりというのがこの動画からもあのお分かりいただけるかなと思います。私のおでこやばくない？めっちゃ光ってるだけすごい。でですね、あのさっき私も、そこにガチャガチャみたいのがあってやったんですけど取れなかったんですよね。もう一回言っていいのかなこちらね、ガチャガチャがあって、このガチャガチャゲットしたらなんかそこのなんかすごいスペシャルなのが当たるよみたいな、イベントごとここで開催されてます。なんかすごいセンスありますよね。はい、ということで、あのビットゲットさんのまだ口座持ってなかったなという方はね、ぜひ今のうちに口座の開設をして早めにね、仮想通貨の波、ビットコインの波にね、で乗ることをね、お勧めいたします。本当にね、めちゃめちゃ今あれインタビュー中だ。そう、もう絶え間なく人がいるブースとなってます。で、この隣ね、隣にまたね、可愛いモンスターみたいな子がいます。あー、はい、あー、めちゃ可愛い、めちゃ可愛いモンスターがおります。ここもね、マイニングですね。マイニング、多分ここもかな、こちらもですね。いや、こちらもマイニングですね。
可愛い、めっちゃゆるキャラ、めっちゃゆるキャラ、めちゃめちゃ可愛い。これも、あ、これも多分マイニングですね。ここ見えるかな、入っていいのかしら、こちらちょっと マイニングのね、マイニングです、マイニング。え、あ、ここにあるか、ここに機械がある。ビットコインマイナー。ここもマイニングです。すごいな。どこ、ドバイ、こう、おー、すごいフラッシュがめっちゃ来たゆるとも、どうですか。多分8割と言っても過言ではないと思うんですけど、はーい、わあ、すごい民族衣装着てらっしゃる、かわいい。どうですか、ゆるとも8割ぐらいだと言っても過言ではないと思うんですよね。ほとんど、ほとんどでもないけど8割マイニングの会社さんです。そう、もうなのでやっぱりエリアによってなんか全然なんか雰囲気も違うし、いらっしゃる方々のその人種っていうのもすごく違うんですけど、今回のこのドバイ、ブロックチェーンライフについてはマイニングの会社さんがめちゃめちゃ多いでしょ。あとロシア系の方、まあ、あとはその UAE 国内でしょうね。そうなので前回の、トークン2049 の、 あの動画見ていただいている方は感じると思うんですけど、そうこの業界すごい中国の方多いんですね。本当に多いんですけど、どちらかというと今回こちらはロシア系の方が多いような印象を受けてます。ゆるともどうですか、ゆるともぜひね皆さん、あ、確かにって思ったりとか、え、違うんじゃないとか、ぜひ皆さんのご意見ねお待ちしております。なんかこういう映像の、なんて言うんだろう、作りっていうのもめちゃくちゃかっこいいです。なんて言うんだろう、すごい考えられてますね。光のなんて光が、そうそう、なんかね光がずっとこうチカ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 してて、なんかこうプラネタリウムみたいな、プラネタリウムのクラブ版みたいになってるわけですね。そう、すごいですよね。それではなんですけれども、早速あのメインステージ入っていきたいと思います。メインステージ、The PlayStation 3 was a flop and the PlayStation 4 did really well because the gaming audiences grew as a result. And basically here with Web 3 that will happen the same.Hundreds of millions of users will come into Web3 gaming and like the characters and hamster combat started as casual. A percentage of them will say, oh, you know what? We really like gaming. And then they filter down. And then they're going to be looking for the games like Godzilla's Off the Grid for that quality, while games like Off the Grid are going to bring people from Web2 into Web3, which basically wasn't something we had before. Before we had Axie, which really was a new type of gamer, right? Way easier to navigate the world and you don't have to sail and use the wind. So,Just because something was used for thousands of years doesn't necessarily mean that it's good for today's modern world. And I believe Bitcoin is the best form of money that exists today. Yeah, I want to agree, especially with what Da Vinci and Carl were saying. But I think that the US dollar or the euro, they are not even in the list. Like, it's not even money, it's basically currency, as it's an ultimately depreciating value. Whereas you said Bitcoin is an ultimately appreciating value, the US dollar is like,constantly since it was broken away from the gold standard depreciating in value という
ということで、今年のブロックチェーンライフ2024いかがだったでしょうか。去年のね、多分去年も動画出してます。そっちとなんかこう見比べていただけるのがなんかいいかなと思いますし、その進化、そのなんでクリプトの進化っていうのもすごくお分かりいただけるかなと思います。もう結構ね、2日目の今ちょっと夕方あたり、まだ夕方でもないよね、4時ぐらいなんですけど、もうみんなチリータイムですね。ということで今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 Again, there's open bar. Have a good time. Our place is your place. And, you know, go get some photos. We're really happy to see you guys here. Really, thank you all once again. With that being said, please, have a good evening. We will see you all very, very soon. Cheers. Giving out two awards at the very end of the night. So stick around. We have a best dress. So for those who actually dressed up, thank you. We give you credit. The most you post on social media, which hashtags we provided, which you will see at the table. So help yourself, post around, and we got some winners at the end of the night. All right. And that's it. Thanks, guys.